おはようございます。金ちゃんの野菜作り第8弾、金ちゃんの土と水。これを知ればプロの野菜ができます。今日は1、金ちゃんの野菜はなぜ人気があるのか。2、金ちゃんの土と水の考え方についての紹介をしていきます。そしてまず金ちゃんの野菜はなぜ売れるのか。その中の一つ目、プロの作る野菜についての説明です。1、プロの作る野菜。家庭菜園でも金ちゃんのような五反を耕作している野菜農家でも、野菜を作っている人は全部プロであってほしいと思っています。金ちゃんの作る野菜は全て有機栽培です。野菜作りのために最高の条件を備え、誰にでも美味しいと言っていただけるよう野菜作りをやっています。そしてこの動画を通して皆様に伝えていきたいと思います。家庭菜園だからと思っていませんか。家庭菜園だからこそと思ってください。毎日食べる家庭菜園はプロの作った野菜であってほしいのです。余った野菜は売ればいいじゃないですか。売れるぐらいの野菜を作ってほしいのです。次に、金ちゃんの野菜はなぜ売れるのか。2、戦略に基づいた野菜作り。農家のおっちゃんはね、みんなね、プライドを持ってるんですよ。絵にしたらね、こんなような感じになると思います。そして、作る野菜はね、みんな大きい、綺麗、化学肥料をいっぱい使った野菜なんですよ。それでね、俺の野菜は絶対売れるって言ってね、スーパーとか道の駅とか産直コーナーに持っていくんです。ところがね、売れる商品もあるけど売れ残りもあるんです。で、結果ね、売れなかったらね、お客さんが悪いとかそういうふうな言うんです。で、結局ね、儲からないでしょうもないという結果に終わってしまうんです。そこでね、金ちゃんの野菜作りと販売について説明したいと思います。まずね、発想の転換をしてほしいんです。私はこんな野菜を作ったから当然売れるはずやと言って売り場に持っていくんです。で、儲からないって言ってやいや言うんです。そうじゃないんです。自分は300万円の利益を上げたいと、そのためには何をするかというのを考えて行動してほしいんです。いろいろな原因があるから結果が出るんです。その原因をいいもの行動をしてほしいのです。そして次にやることなんですけども、実際に
やることを紙に書いて自分の行動、考えをはっきりすることが必要なんです。今回は魚の骨で行動、考えを整理してみました。一度で整理できないので何度も修正を加えてほしいと思います。金ちゃんの野菜作りと販売、この図は自分のやることを魚の骨で戦略として作成いたしました。例えば自分は300万円稼ぎたいということになると、魚の頭の方から逆に発想していきます。300円を稼ぐためには500万円の売り上げが必要やと。そのために行動することとしては、売上、販売、味、食べ方、ブランド化、野菜の種類、ご褒美、このようにピックアップして、それぞれ売上を上げるためには何をするか、販売のためには何をするか、味については何があるか、ご褒美も一応目標として設定するというふうに、とりあえずこういう形で整理していただきたいと思います。次は2位として、金ちゃんの土と水の考え方です。その中の3、土作り、4、水の考えと2つありますが、まずは3の土作りについて話をしていきたいと思います。その前に、野菜作りのために一番大事なことを1年かけて勉強しました。結局たどり着いたのは有機栽培、土作りと水でした。ではその土作りについての話をしていきましょう。まずは有機栽培による土作りは最低でも5年かかると思ってください。5年を超えると徐々に堆肥の量も減り、少しずつ素晴らしい土になっていくと思います。まずはじめにバーク堆肥です。木の枝や幹、皮、葉っぱなどをチップにして10年間寝かしたものがこのバーク堆肥です。これはシンプルで本当にいい堆肥だと思います。2番目は微生物です。野菜に良い微生物をたっぷりこの袋に詰めました。 D1 という微生物の商品です。3番目は農協様の有機石灰、セルカ2号という石灰です。石灰は酸アルカリの調整には必要なものです。必ず使用します。その次に5年で土が出来上がるまで、やはり不足しているのは、土が出来上がるまで5年がかかりますが、それまでは有機肥料で補助を行っていきます。さらに水分調整のためもみ殻を使用します。もみ殻は多すぎても少なすぎてもダメです。多すぎるともみ殻は1年から2年しないと堆肥として役に立ちません。それまでは生もので、特に多すぎの時には悪影響を及ぼしますので、ご注意ください。
最後に金ちゃんの土と水の考え方の4番目の水について考えていきましょう。水には流れる水、止まったままの水があります。野菜には流れる水は優しい水です。いい水です。止まっている水は根腐れや立ち枯れ病の原因になり最悪となります。そのために止まっている水が排水されるようにしましょう。この畝の側溝の下部を低くして水が雨後1日以内に履けるようにしましょう。野菜に必要なのは流れる水だけです。梅雨時は雨が降り続き溝には水が溢れがちです。その被害を防ぐために左は畝を高くしました。右は根の下には溝の水が染み込んできます。この根の下の部分は要注意です。それでは皆さんの野菜を作っている場所と比べてみましょう。皆さんの畑が左なら要注意です。野菜の根の先が少し水に浸かっています。長く続くと野菜がアウトです。側溝の水の排水を今すぐ改善しましょう。右なら最悪です。雨が降らないように神に祈るのみです。